札幌記念塔病院の滝沢と申します。この度は、このような機会を与えていただき、誠にありがとうございます。本日は、日本における早期胃がんに対する ESD 適応の現状と、今後についてお話しさせていただきます。私は、国立がんセンター中央病院、また静岡がんセンターでの14年間を経て、 この4月から札幌に戻りました来年の夏には札幌に新しい内視鏡センターをオープンする予定です新千歳空港からも24分と非常にアクセスが良いのでぜひ日本にお越しの際には遊びに来てくださいリー・シャーボー先生とは 2017年に一緒にベトナムのフン,ンに行きました。これはその時の写真です。その年の9月には香港でまたご一緒させていただきました。また2019年には一緒にミャンマーにもセミナーに出かけております。この度はお招きいただきまして誠にありがとうございました。 まずはじめに ESD 適応の基本原則についてお話しします早期胃がんではまず内視鏡で ESD 適応を判断し ESD を試行した後に病理学的に治癒切除かどうかを判断いたしますつまりこの ESD 内視鏡での評価と病理での評価2か所の評価が重要となります 内視鏡切除をするか手術をするかというのは内視鏡切除の適用は切除できるものではなく内視鏡で切除しても治癒が望めるものが適用となりますご存知の通り外科切除ではがんの部分のみならず周囲のリンパ節も含めて切除が可能ですが 内視鏡切除の場合には、胃内しか切除できないため、リンパ節に手を出すことはできません。つまり、内リンパ節への転移の可能性が極めて低い病変が、内視鏡切除の適用となります。内視鏡切除の適用としては、非常にリンパ節転移の可能性が低く、かつ一括切除できる病変ということになります。 それで提案された条件がよくご存知のように文化型で潰瘍所見がなく粘膜内がんで2センチ以下の病変ですが早期がんのうちこの条件を満たす病変というのはわずか8%しか存在いたしません2000年代に初頭に ESD が開発されました ESD により大きな病変や 海洋を有する病変も一括手帳が可能になったことから ESD の適用拡大が検討されるようになりましたこちらは以前の早期癌に対する ESD の適用ですが絶対適用に対して海洋のない文化型の 2cm を超える病変海洋のある病変では文化型の 3cm 以下が 適応拡大病変としして提,案提唱されました。それに対して JCOG0607 という前向き多施設共同研究が行われましてその結果を受けまして、えー、一つ前のガイドラインではこの部分も絶対適用となりました次に D 未分化型に対する ESD 適応拡大についてお話しします胃がんは大きく分けて分化型と未分化型に大別されます未分化型ではどんなに小さな病変でも手術が標準治療でありましたしかしいくつかのレトロスペクティブな検討から M がんで 二分化型で 2cm 以下の、えー、脈管侵襲がない潰瘍所見のない病変はリンパ節転移頻度が極めて低いことが分かり内視鏡切除の適用が検討されるようになりましたこちらの対象に対しまして同じく j 国で100「10091010 10」という臨床試験が行われました。 こちらになります。対象は未分化型の粘膜内癌で潰瘍のない2センチ以下のこの赤い四角の部分です。登録後 ESD を行い分化型が主化未分化型が主化で判断し未分化型が優位なこちらの群の5年生存割合を、えー、プライマリーエンドポイントとしています。 結果を簡単に示します。一括接種率337例が登録され一括接種割合は99%と極めて良好で技術的には適応拡大が問題ないことが確認されましたこちら病理学的な結果ですが未、えー、分化型が優位だった275例のうち 治癒切除が得られた症例は全体の71%でありましたこちらがプライマリーエンドポイントになりますが未分化型が優位だった症例の5年の全生存割合は99.3%と極めて高くこの95%信頼区間の下限値97.1が 事前に設定しました域値89.9%を上回ったことから本試験のプライマリーエンドポイントはメットされメットしたと判断されましたこちら全体の経過になりますが、えー、全,全登録例におきまして2例の再発が認められましたがいずれも ESD で SM 新部に浸順が認められた症例でありました ESD で未分化型のいわゆる中切除と判断された病変からは一例も転移および再発を認め,られて今認めていません。本試験の結論としてはこの未分化型の対象に対して ESD は標準治療として認め推薦されるものとされました。 この結果は今年ガストリックキャンサーにパブリッシュされておりますので興味のある方はぜひご一読ください本結果を受けまして日本における最新のガイドラインにおきましてはこの未分化型の適用拡大の部分も絶対適用と変更となりました次に ESD5 の話をいたします 何が ESD のゴールでしょうかコンプリートリセクションがゴールでしょうか ?ESD 後に重要なポイントは3つあります。1つは正確な詳細な病理評価を行うこと。中切除基準を判定すること。 そして、維持発がんのサーベイランスを行うことにありかに詳細な病理検討についてですが内視鏡診断というのは残念ながら常に正しいというわけではありません。従って病理学的な評価というのは追加切除を行うかどうかの判断に重要です。 外科切除の進行例ではこのように、えー、5から7ミリで歯槽器管も5から7ミリの間隔で切除されますが ESD 検体につきましては2から3ミリで全滑されますこのように検体がありましたら2から3ミリで、えー、このように全滑して粘膜内癌と 粘膜下層・浸潤部を分けてこのようにマッピングを行いますこのようになりますこれで病気のサイズなども測りますし段々の評価も行います次に治癒切除判定です。最初に示しました通り ESD の早期がんの ESD においてまず内視鏡で適応を評価し その後 ESD 後に病理学的に中除を判定いたしますもし ESD をした後にまず最初に判断するのは文化型優位か未文化型が優位かという点であります文化型の優位だった場合深部,部心断単が陰性脈管心臭がなく 粘膜内がんで潰瘍あっても3インチ以下また、えー、SM1 の3インチ以下の場合これらの条件を満たさない場合には E キュラ C2 と判断し追加切除が推奨されますこれらの条件を満たした場合に続いて速報団体の評価を行い速報団体が陰性であれば e ュラ a もしくは SM13 の場合には e キュラ b という判断になります速報団体が陽性もしくは不明の場合には e キュラ c 1となり再内 s e s d 手術慎重な経過観察が選択されます一方で、えー、未分化型が主の場合には M がん UL なし2ンチ以下 ダンタン陰性脈管侵襲陰性がすべて条件が揃った場合には e キュラ b とこれまでは判断されていましたが先ほどの JCOG10091010 の結果を受けて現在は e キュラ a と判断されていますこれらを一つでも満たさなかった場合には e キュラ c 2となり追加外科説所が推奨されております e キュラ c 2となった場合には イーキュラシステムというスコアリングシステムを用いてリンパ節転移のリスクを予測します。このように脈しリンパ間心臭は3点3センチ超え深部団体陽性静脈心臭陽性 SM 浸臭に関しましてはそれぞれ1点で合計した点数ごとにリンパ節転移のリスクを予測することができます。 ただつ注目しなければいけないのはこのスコアリングシステムというのは8割以上が文化型の症例を用いて作られたシステムであり未文化型に適応してよいかどうかはまだ現時点では分かっておりません。もう一つ重要なのはもし e クラ c 2であった場合に患者さんが手術を拒否して経過観察した場合の話です。 905例の ESD 非治癒例で追加施除しないで経過観察を見た症例で27例で再発が認められましたそのうち驚くべきことに6割が遠隔転移で見つかっておりサルベージュ手術に行けた症例はわずか7例のみでしたこちらは全、えー、患者の OS になりますが ESD 後28か月の MSD で えー、ありましたサルベージ手術をした症例に関しましても MST は手術後7か月と非常にみ短かったですこの結果からもし、えー、サルベージあの手術を行わずに経過観察をした場合に再発を見つかってからの手術 というのは非常に救命が極めて困難ということが分かりましたのでこのことを患者さんにしっかり伝える必要があります。最後後に、に ESD のの多発がんのサーベイランスについてお話しします。こちらは過去の文化型がんにおける e s d 後のレトロの研究になりますが5年で約10%の維持多発がんが認められることが分かります。 一方で、身分化型に関しましては、最近、JCOG10091010 の副次解析として、いじタた発がんの研究をしたところ、わずか5年で1%と、未分化型の ESD5 の場合には極めていじタた発がんが少ないことが分かりました。次に、 ESD 後の今後の適用拡大についてお話しさせていただきます。一つの目のターゲットとしては、高齢者という話になります。こちらは早期胃がん、手術した後の5年の全生存割合ですが、男性では75歳を超えてくると低くなり、女性でも80歳を超えてくるとやはり、 手術後の5年生存割合というのは非常に低いことが分かりますのでこちらに対してはもう少しリンパ節転移リスクを許容した形での適応拡大が検討されています現在同じく j 国において1902という臨床試験が行われている最中ですこちらは男性75歳以上女性の80歳以上を対象としてして病変としては文化型の 1> SM 1の3 s m のセンチ以下の病変また未分化型の M がんの潰瘍のない2から3センチ潰瘍のある病変の3センチ以下また未分化型の SM がんの3センチ以下これらを対象としております登録をして ESD を行いその病理評価で MPE より深い浸潤、脈管侵襲陽性、深部団体陽性不明、未分化型の SM がんが3センチ超えという条件がある場合には追加切除を行い、なければそのまま経過観察するというスタディデザインになっています。次のターゲットとしましては、未分化型、特にシグネットリングセルのさらなる提供拡大です。 このようにシグネットリングセルの場合にはこのように粘膜中層線形部にのみ病変が存在することがありこの場合にはリンパ節転移が低いと予想されていますこちらは非常に古い検討になりますが2006年に病理学的な検討を行いましたその際未分化型をこのように エッチで見て非全走性のもの。これはエッチで見て全走性ですが。このように K. Y. N. K. I. 六十七。もしくはマックファイブ A. C. マックシックスで。免疫染色を行い。相乗分化があるもの。こちらは。同じ全走性でも。相乗分化がなく。 入り乱れているものの3つに分けて検討を行いましたそうしたところリンパ節との関連性としてはこの MAC5AC と MAC6 で示される W レイヤーがあるものに関しましては転移のリスクが低く W レイヤーがなくなっているものは転移リスクが高いということが分かりましたつまりシグが未分化が このように非前奏性のものや前奏性であってもダブルレイヤーが頼、ま、保たれているものに関してはリンパ節転移のリスクが低く前奏性でダブルレイヤーが保たれていないものは転移のリスクが高いと考えましたそこで静岡がんセンターで過去の外科切除例310例を用いてリンパ節転移リスクとの関係を聞いたところ このようにダブルレイヤーストラクチャーというのは層分化が認められて未分化の層が上層と下層ダブルレイヤーに認められるものを言います。これで見ますと多変量解析においてダブルレイヤーストラクチャーがあるないものというのはリンパ節転移の因子として抽出されました。 この310例を見ますとまず UL のなしありで見て UL がない症例のうちサイズが 2cm 以下つまり J 国10091010 10の対象としては定位が59分の0でしたが 2cm を超えるものでは120例のうち8例に定位が認められましたしかしこれをさらにダブルレイヤーストラクチャーで分けるとダブルレイヤーストラクチャーがあるものに関しましては 二センチを超えていても、転移が認められておらず。この部分に関しましては、今後、適応拡大の可能性が考えられております。今日のお話をまとめます。これが現在の日本における E. S. D. 適用になります。二分化型の粘膜内癌、潰瘍なし、二センチ以下に関しましては。適応拡大から、絶対適応に変更となりました。 同様にこの部分に関しましてはこれまで E キュラ B だったのが E キュラ A に変わりました。でこれは今後ですが高齢者に限っては分化型の SM ガンの 3cm 以下未分化型の潰瘍のない 23cm や潰瘍のある 3cm 以下同じく未分化型の SM ガンの 3cm 以下も適応拡大となる可能性があります。 以上となります。ご清聴誠にありがとうございました。